ヒュンダイエクシエントトラクターヒュンダイエクシエントトラクター2019年改良型ヒュンダイエクシエントは韓国の現代自動車が製造・販売する大型トラックである2013年3月のソウルモーターショーにて発表され同年11月の東京モーターショーにも出展されたエクシエントはトランゴの後継車種であり韓国及び中国では トラゴエクシエントとして販売され、中国においては、フロントガラス下部のブラックアウトされた部分の中央に、トラゴのロゴが大きく入る。社名は、XC とエフィシエントを掛け合わせた造語である。エクシエントの開発には3年の歳月と2000億、ウォンが費やされた。キャビンの高さは、 トラゴから 330mm 拡大されて 1895mm となり、またベッドの幅も 650mm から 800mm に拡大された。これによってドライバーにより快適な環境がもたらされる。また、ヒュンダイの商用車としては初めてブルーリンクテレマティクスサービスが搭載されている。エクシエントには2種類のディーゼルエンジンが搭載される。 H エンジンは最高出力 420PS、最大トルク 200kgm を発揮し、パワーテックエンジンは最高出力 520PS、最大トルク 255kgm を発揮する。これらのエンジンの性能改善により燃費は、トラゴに比べて7%向上している。ヒュンダイは、エクシエントの投入によって2017年までに、 大型トラックの販売を6万台に引き上げることを目指している。また2020年にはヒュンダイの独自開発による世界初の量産燃料電池大型トラックとなるエクシエントフューエルセルをスイスに向けて輸出開始した。同年7月6日の時点で最初の10台を輸出し年内に50台、2025年まで2600台出荷する予定とのことである。 航続距離は 400km としている。ありがとうございます。